はようございます。時刻は9時30分を回りました。 FM 宜野湾からお届けしています。嘘のような本当の和、本当の和の和は話と書いて和と読んでいます。嘘のような本当にあった話をお届けしていく30分。本日のパーソナリティを務めます久保ひろ子です。どうぞよろしくお願いします。そして今週も東京のダブルオーイーストドクター水素ボトルの北条雅弘さんをお迎えしております。はい、おはようございます。北条さん、はい、今日もよろしくお願いします。また続いて私も、はい、3週目すごいですね。3週目ですね。楽しくなってきました。ありがとうございます。さて今週も素敵なゲストがねお見えになってますよね。また大阪から来てもらっちゃう、ね、そうですね。もうすごい、私本当関西人なんで、うん、大阪続きがとても大阪シリーズです ね、ここのところね。はい、じゃあ嘘のような本当の和をお話ししていただく今週のゲスト、大阪からお越しの中田さんご夫妻です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、どうですか、大阪から沖縄いつ着いたんですか。何笑ってるんですかご主人。もうあれですね、バッチリドクター水素ボトルを吸いながらこの収録に。その通りです。あら、素敵です。笑顔も ね出ながら、本当に出ながらもうこの収録。どうですか沖縄、沖縄 FM 沖縄ですか。沖縄はどれぶりですか。結構これ僕はもう7年ぶりです。あ、はい、7年ぶりです。もっと前ですね。あ、そうなんですか。ですですです。どうですか、あのなんかいいですか。あ、なんかやっぱり、うん、最初に海も行かれたとか。はいはい、どうね、あの気持ちよかったですね。気持ちよかった。もう人泳ぎ、蓋泳ぎ、蓋泳ぎ、蓋泳ぎ、昨日は人泳ぎ、はい、今日は人泳ぎ。そうですか。朝から朝から6時ぐらいですね。で奥様は寝てました。さすが、私の振りに分かっていただいて、はい、言ってくればっていう。いいですね。言ったことも知らないですそんなで楽しく進めてまいりたいの、うん、なんかもう大阪なノリでいいですね。ねえですね。楽しく進めてまいります。はいはいはい、じゃあそうですね。じゃあまあ最初のドクター水素ボトルの出会いはどういう感じでしたか。はい、最初は去年の9月か10月だったかな。うん、大阪の泉大津の説明会に、うんうん、あの元々は主人の前お仕事一緒にしてた方、うん、女性の方なんですけど、その方が、水素ボトルをね、あの、まあ、その方脳梗塞の出血、うん、で脳出血で右ちょっと手と 足がちょっとご不自由な状態で、うん、お友達からこれいいのあるよっていうのを勧めてもらって、うん、まあ、購入したんだけど、まだ全然違うあのお仕事の話で私その方と会ってた時に、うん、まだ箱に入ってる状態を見せられて、うん、こんなんあるよこれなんですか相手もないドクター水素ボトルを、ま、吸ってないんだけど、でもこれめっちゃいいって聞いて吸ってないのこの人数年知らんけど知らんけど本当本当で、ショルダーバッグもあるんですよね、持ち歩きで、こんなんもあるねやってないけどめっちゃいいよって言われて、でも私もその時はあの別の水素 の、うんうん、あの商品のなんか自己免疫を上げるっていう勉強会にお誘いいただいて、うん、そこ行ってちょっと勉強してて、なるほど、水素の勉強されてたんですね。そう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 、それであの電気分解じゃない水素の方で、うん、電気分解の方はまあなんだろう、すぐちょっと水素が抜けちゃうよみたいなことを聞いてて、うん、それで聞いた時にあこれ電気分解だと思って通常はね再結合を起こしちゃうからね、おっしゃる通りです。そうだから水にすぐ戻りやすいんですよ。そうそうなんですよ、電気分解してるところですか。そう、うちはそれをきれいに分離できてるからすごいんで、普通はできないんですよ。そんなことも全然知らないから、とりあえずまあとりあえず聞いてみようかなぐらいの気持ちで行ったんですよ。うん、そしたらあれなるほど、あれこれあれこっちは違うぞってすごいじゃないみたいな、あそうそう感じになって、その時すぐは買ってないのかな。え、やっぱあれですよね、濃度が違うんでしたっけ。そう、濃度が重要っていうことも全然分からなくて、一旦電気分解をして濃度は出るんだけれども、うんうん、どこの会社もカタログ上は電気分解した直後の濃度を書くわけです、うん、ところが電気的にバラバラにされてるからすぐ元に戻ろうとするわけ、うん、電気分解って。そうすると放っておいたら
バーって再結合してっちゃうから濃度があっという間にゼロにピュッと戻っちゃうんですよ。それを皆さん嬉しそうに吸っているっていうね。なるほど。だからその濃度が大事で、そうだからそれを水素だけが分離独立した状態のまんま吸えるからうちの機械がすごいって話なんですよ。うーん、でそれをすごいって分かったんですね。すごいって分かって、だけど自分ではあの自覚してどこが悪いとかそんな分かんなかったから、まあ、周りに結構お友達で年配の方が結構多くて、で、まあ、どこが悪いここが悪いとかって薬飲んでるんだどうのこうのって言われる方がいるので、ちょっと話聞いてみませんかと、うんうんうん、で説明会に誘って、でついてきてもらって、で話を聞いたらみんなやっぱりこれは使ってみたいな。だからあれですよね、先週の近藤さんの、そうです、あ、そうです、私ご紹介させていただいて、ね、もう92歳で元気いっぱいな、そうめちゃくちゃ元気で ね、マシンガントークですよね。本当です、相槌で終わりました先週は止められましたあーよかったです。あの喋ってもらったら2時間番組になりそうだったね。本当です、本当ね、すごい勢いでした。それぐらいそういう方をこうご紹介、そうなんですよ、もともとお元気なんだけどやっぱりそうですね、話されたと思うんですよ、目あれを反変性を直したいっていうので、ね、僕はこれだけで直すんだって言って一生懸命吸ってくださって、まあ、私たちも驚くほどの回復ね、見せてもらえたって感じですよね。そうです、ますますこれってみたいなすごいみたいになって、僕もね最初ね、あの近藤さん来られた時は、あの私は手術をすべきでしょうか水素を吸うべきでしょうかって聞かれてね、まあ、吸ってみてもしもね効果感じられないったら手術でいいんじゃないですかって言って、でそこからスタートしたんですよ。すごい質問攻めでしたもんね、社長。ああ、そうだったんですね。いや、それ本当先週にね、北条さんが話すとこでしたね。まあもう話す間がない。なかったね。入っていける状況じゃなかった、ね。そうです。でもそんなね、すごい。いや、もうめちゃくちゃ元気。手術なしでね。ね。回復されて。92歳で。へえ。じゃあこの辺で一旦ちょっと CM 入らせてもらいます。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。 FM 宜野湾からお届けしています、嘘のような本当の輪、パーソナリティの久保ひろこと東京の WOO イーストドクター水素ボトルの北条政宏さんでお届けしております。そして今週のゲストは大阪からお越しの中田ご夫妻です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうねすごい出会いを聞きましたけれども、はい、そのまだ購入はされてないですか、ね、どれをきっかけに奥様は購入されたのか聞いてみたいです、ね、はい、聞いてみたいです。はい、実はですね、あの主人がちょっとこう心の、あの元気がなくなっちゃった時期がありまして、結構いろいろ試してたんですけ ど効果もなくて、であのセミナーで聞いて、あの自律神経も安定してくるということ で、ね、ちょっと吸ってみてほしいなっていうので、主人には許可なく買って、す愛ですね、でも吸ってほしいと、愛ですよ、吸ってほしいと渡したんですが、ところが、ところが、どうですか、ところがですね、これ最初どうでしたか。もう一切信じてませんでした。めっちゃ今ドクター水素ボトル吸いながら言ってますけどね。吸いながら今は 言ってますけども、その当時はもう一切もう信じてないですね。なぜならあの、家にあの水素水が出る、あの浄水器がありまして、もう水素水が一番だろうと思い込んでる自分がいたんですね。水素ガスと言われてもピンとも来なかったし、まあ、その以前にいろいろなまあ商品をまああの僕のために妻がまあ購入してくれるんですけども、全てそんなに効果はなかったので、まあ、そういういきさつがあったんですね。何回もあったんですね。で最後にというか、まあ、このドクター水素ボトルを持ってきまして、でもやっぱそれでも全然僕は、もう吸わないよと、そんな一緒だよと、また高いの買ってどうするの、ねえ、いやちょっと女心としては切ないね。お金がいっぱい飛んでいくけど大丈夫そう
ですね、はい、でもその原因は僕ですからね。いやすごい、はい、そうそうそう、なんかもうすごい愛を感じる、はい、あったかい、はい、そこからどういう流れで、でもご主人は全然信じてなかったから進まなかったんですよね。そうなんです、ここでまたあの方が登場するんです。そうですね、僕は吸い出すきっかけを与えてくれたのがあの近藤先生。やっぱりだマシンガトーク近藤先生ですね。なるほど、あの近藤先生のその3ヶ月吸ったあの結果を妻から聞いたのが一番大きかったです。なるほど、あの方と出会ったのが2年半前なんですけども、うんうん、まあ、あるあの社交界というかそういうあの人が集まる場で出会ったんですけど、うん、まあ、ああいう雰囲気の持ち主の方じゃないですか、独特な、まあ、素敵な方だと思いまして、まあ、それからの付き合いなので、ただまあ僕はもう去年あの、まあ、ちょっと暗い話になるんですけども、うん、あの今の奥さんではなしに前の奥さんの間で一人の息子がいまして、はい、彼が27歳の若さで、まあ、突然亡くなったという出来事が、それが一番大きな出来事だったので、それでまああの以前その精神疾患のうつ病にかかった経験はあるんですけども、それが再発したというのがあの一番の原因でした、はい、やっぱそこからまああの全然その8ヶ月間はまあほぼ人とも会ってませんし、まあ、そのうちの3ヶ月間はもう一切日光も浴びてない状態で、家を出れなかったですね、まあ、12キロも痩せましたし、好きな運動だった筋トレもできずに、というかしようとも気持ちにもなれなかったというのが、うん、そういう、うん、ですね、そういう状態でしたよね。へー、すごい。でもまあ近藤さんがああいう結果を出したので、あの近藤さんが言うことは多分本当だろうと、はい、そういうふうに自分の心がまあ受け止めたというかね、うん、そこからまあ4月の中ぐらいですかね、そこからあの本気で吸いました。4月の中、4月の中頃から、何ヶ月、もう8月に入ってますね、まあ、約3ヶ月3ヶ月で3ヶ月でこの回復ですか。はい、ですです、すごい。です外にじゃあそう吸い出して一歩外に初めて出たのどれぐらいなんですか。一歩出たのは、まあ、正直な話、まあ、あの今年、まあ、出る、まあ、おまけで出たりとかしたんです、うん、続かなかったですね。あ、そういうことですね。ですです、ただ、まあ、あの自分の気力で頑張ってたっていう。ですです、また3月になった時にもまた落ちたので、で4月になってで近藤さんの話初めて聞いたので、妻からですね、でそこからあの4月の中から本気で吸いました、ね、はいはい、1日どれぐらい吸ったんですか。いや5時間以上吸ったと思います、ね、やっぱそうですね、はい、5時間以上は毎日吸いましたね。なんか、うん、感覚っていうか、なんか感じたものあるんですか、なんか違うとか。感覚的にはもう分かりやすかったのはやっぱり食欲が出てきたっていうのと、まあ、気持ちが前向きになってきたっていうのと、 あとはまああの、まあ、そういうのがあったからだと思うんですけど、お風呂が入れるようになった、それは嬉しかったです。いや全部連動してます ね、全部連動してます。だから、まあ、血流がやっぱり良くなったら、こういうふうな、まあ、あの自分の体に、まあ、そういう元の自分に、ね、戻ろうと、そうそうそう、そういう力が、まあ、あの本能的に持ってるものがね動き出したんだなっていうのが感じれたので、で1週間2週間3週間で1ヶ月まあ、耳に変わっていったので、それは自分の中で実感しました。はい、いやだって3ヶ月後には沖縄来てるんですよね。それはすごい。そこからあの、まあ、業務用があるじゃないですか。あ、はい、業務用の話も妻から聞いてたので、うん、まあ、あの家庭用がこれぐらいの効果が出るわけですから、じゃあちょっと一旦業務用の前に、はいはい、CM 入れてもいいですか。はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 さて FM ビノワンからお届けしています、嘘のような本当のは、いやもうすごい近藤さん、なんで私がタイトルコール言うといつも笑ってるんですか。急に変わるから一応仕事です。さあでも本当にね、あの中田さんのその業務用新しく最近出たんですよね。そうです、今年入ってからね、今年入ってから、はい、DH プロ、はいはいはい、その話も聞いたんですかね。そうですね、妻から聞きましたね。まああの水素の出力が60倍、
そうですか、はい、そうです。ドクター水素ボトル60倍っていう数字と、まあ、あとはまあ濃度も濃くなって、うん、もほぼ 100% に近い濃度が出るということで、うん、すごいやつがいるぞと。そうですね、しかも今年で入りたてだからね、うん、これならもっとあの例えば吸えばもっと回復が早くなるんじゃないのっていう話を妻から提案が言いまして、ただ値段の方がそうですよ可愛くないんです。だって60倍だからね、まあ値段を掛け算してもらうとね比例するぐらいになりますよね。本当は1200万円しなきゃいけないところを100万円でも出して99万円の驚異の価格のお値段、はい、ねちょっと3桁乗っちゃうみたいなねギリギリ乗ってない。あ、そっか、ギリギリ乗ってないんだ。ギリギリ、あ、そっか、上手にされてますね。ダムドイストさん、それ入れても99万円です。で、その、まあ、お値段も聞きつつも、まあ、私もやっぱ試してみたかったので、やはりまあでもあの妻が最終的には握ってますから、うん、すごいかっこいいここでめっちゃかっこいい。まあ、あの買っていただいて、ね、そこからまあ約1ヶ月また2ヶ月目に入るんですけども、まあ、もうすごい。あ、じゃあドクター水素ボトルをまず2ヶ月吸い、あ、1ヶ月吸い、はいはい、もう業務用に2ヶ月目からスイッチ、スイッチ入る。あ、早かったですね。で、外出先ではこうやってこう吸われてるわけですね、はい、ドクター水素ボトルですね。なるほど。で、やっぱりすごい、うん、やっぱり早かったですね。やっぱり早かった、思ってたより早かった、思ってた通りかな、うん、早かった。だから人とも会うようにも慣れたのが6月、うんうん、ね、6月なんかもうガンガン会ってたんで、大丈夫、大丈夫かなと思いながら大丈夫でしたね。うん、自分でもでしょ、大丈夫かなって思ってますよね。ですですです。サポート協会のね、池田さんっていう人がね、うん、あのやっぱりなかなかね、うん、あの鬱が出てしまって、うん、1週間のうち5日寝たきりで、うん、1日しか表に出られないっておっしゃってたのが、はいはい、水素吸い始めて、うん、週5日出られるようになったっていうのをラジオでね、この前話していただいたんですけど、だから不思議だよね。すごい、人にも会えるっていうのもすごいですしね。うそうですね、やっと本来の自分に戻れたっていう。よかったですね。ね、すごい。感謝して、感謝しかないですね。まあ、あのドクター水素ボトルと妻と北条社長。私はまだですけどね。でもね、本当に、はい、いやすごい、奥さんの愛がもう、ね、本当、はい、奥さん横で水素スプレーしてるって感じ。そうそうそう。そういう、どうやって水素スプレー、どういう手順で作ってるんですか。手順は、まあ、こうさっきちょっと変えましたよね、これ、うん、あのスプレーにこう変えて、あ、でそこからもう、うん、そのまんまのミストボトルには入れない、うん、入れない入れない、あ、もうダイレクトバージョン、はい、濃い状態、濃い状態で発生させながら使う、発生させながら、あ、それいい、あのあれがボトルヘッドが ねスプレーのやつがあるんで、そうですよね、上を付け替えられるんですよね、はい、ボトルキャップがね、それで、そっか、うん、私それ発生させながらはやってなかった、うん、それいいですね。そうそうそう、化粧水いらなくなります、私そのまま置いてます。それでも水だけです、全然乾燥しなくなった、うん、な、乾燥はやっぱり、うん、あるんですか、うん、しますね。何が一番感じられる、シミ、なんかシミが薄くなるとか、シミとか張り、張り、張りが変わってきましたね、うん、素敵。じゃあ奥さん横でスプレーバン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 言ってバンバンしながら、で夜空いてる業務用を寝しなにこう、うわ贅沢素晴らしい、ナイトモードもあるしね、やばい、何めっちゃ落ちる捨て場じゃん、寝ながらマックスで3時間、3時間素晴らしい、吸いっぱなし。じゃあ 600cc の方で行ってるわけですね。だって600ですよね、あれナイトモードは 100cc なの。あ、そういうこと。そうで、ハイパワーの600で行ったら3時間まで設定ができるから、うん、まあ夜中に1回起きるぐらい、それこそおしっこの時にもう1回スイッチ入れるっていうのもありだよね、うん、なるほど。あ、そういうモードがあるんですね。あります、はい、もうプロはあま、まあ、最近すぎてちょっとね、うん、あれですけど、うんうんうん、プロもどうですか。すごい、すごいです、うん、すごいです。水素モード、ほん、あの、くったくたに疲れてもういいや、もうあれだなって、吸うのもめんどくさいなっていう時に30分とか45分吸うだけでガキーンと元気になるから、なんじゃこりゃと思って、なんかあのイベントの時にゴーグルをしたらこう真っ白になったっていうのは、お客様がね、お客様があのゴーグルで
水素を入れてたら、プロでね、お肌が真っ白になって、そう、すごくないですか？え、目のところ、そのゴーグルの形で真っ白になったんですよね。そうそう、だからもう目玉のおまわりさんみたいになっちゃって、つるつるになって、つるつるなったんですって。で、それがあるってことは、うん、お顔全面でね、うん、できないんですかっていうことになって、うん、まあ、この度こっそりちょっと実験的に作ってみましたんで。そうなんですよ。だからお家でして業務用の場合はフルフェイスみたいな感じでガンって下ろしながら中にザー出るっていう。そうなんですよ、はい、そんなね、はい、お問い合わせください。 それそんなね、もう本当にあっという間に嘘のような本当の輪がもうあっという間に30分経っちゃったんですけど、中田ご夫妻にはね2週連続でね出ていただくので、来週はもうちょっと、ね、深掘りしたさらなるお話も聞きながら進めたいと思います、はい、ま、気になった方がいらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせの方よろしくお願いします。お問い合わせ先はメールアドレスで797@fmginowan.com、 電話番号は 098-943-0094、 ぜひお問い合わせください。いや、今週も本当に楽しいお話を聞かせていただきありがとうございます。ドクター水素ボトルの北条雅弘さんと、ゲストには大阪からお越しの中田夫妻でお迎えしてお届けしました。嘘のような本当のは、来週も引き続きご夫妻にはお世話になりますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた来週お楽しみに。パーソナリティは久保ひろこでした。ありがとうございました。